久保建英。ハグされまくり、湯に脱いで子供にあげてる。レアル・ソシエダ・タイラージョの試合。0対0で試合が進む中、スタジアムのサポーターからは、久保という、助けを呼ぶ声にも似た声援が送られる。途中出場した久保は後半36分に、巧みなボールタッチで局面を打開し、決勝ゴールの起点となるなど、大車輪の活躍を見せた。試合後にはチームメートとハグで勝利を称え合い。 子どもファンの求めに応じユニフォームをプレゼントする姿が見られた。久保はマジでうまい、もっと騒がれるべきだよ。久保はびっくりするぐらいうまいわ。えぐいプレーでゴールを生み出した。チケット代に見合うプレーをした。ほとんどマラドーナ的存在だ。久保丈はとてつもないわ。ユニフォームあげてる。 久保くんへのメッセージ多くて嬉しい。子供との交流いいね。たけ、愛されてるな。